こんにちは、ヒグマです。今日はクリスマスのコーディネートについて考えてみたいと思います。クリスマスのコーディネートって言いますと、まあクリスマスツリーであるとか雪の結晶であるとか、まあいろいろありますけれども、私は自分で作ったものも含めて結構ね、クリスマスの、帯はね持ってるんです。チラッと、帯は結構ね、クリスマスしか使えないなっていうのは結構あるんですけれども、着物に関して言うとクリスマスにしか使えないっていうようなものはないです。だいたいクリスマスっぽいなっていうような、色柄のものを、選んで今日ここに用意してみました。あとクリスマスにぴったりだなって思うような帯留めや、帯締めなんかも、用意してみたので見ていただきたいと思います。はい、まずはね、小さいものからお見せしたいと思います。ここにね、帯留めを用意しました。まあブローチもあるし、帯留め、まあ純正の帯留めもあります。これは多分七宝焼きの帯留めですね。ポインセチアの帯留め、逆さまかな、こんな感じですね。でこれはね、私が作ったビーズの雪の結晶ですね。まあこれは冬の間ずっと使えるかなと思います。でそしてこれはね、なんかポインセチアのような、これはねブローチですね。はい、ブローチになっています。これはね、なんだろう、ベネチアングラスかな、よくわかんない、ガラス細工ですよね。ちょっとザラザラしたような感じの、これはとっても素敵ですよね。このツリーの帯留めですね。それとこれはね、本当にブローチなんですけども、こう2つ、このこういうふうに安全ピンっていうかね、スピンを通してあると、ここにね、ちょうどね、紐を通せるんですよね。ここにこう、ここからこう2つ通していくと、もう本当に帯留めとして使えるので、そのまま刺さなくても、まあブローチだとなんか帯締めに刺さなきゃダメかなって思うかもしれないんだけど、こうやって2つつけてると、こう通してやると、こういうふうにね、通してあげるとこういう風に帯留めとして使えるので、結構ね、便利なんです。こう安全ピンを2つここに留めるだけで全然十分こう帯留めとして機能します。これもね、なんかリースみたいですよね。クリスマスリースのような感じなので、これもいいかなと思う。でこれはね、ガーネットですね。ガーネット、石が本物なんですよ。ガーネットのキラキラス、キラキラ、これもね、ブローチだったんですけども、帯留め、金具をつけてあるので、帯留めとして使えます。まあ意外とね、もっとあるかと思ったら、探したんだけど、これしかなかったですね。はい。はい。それに、まあ使えるような、この三部紐とか、これも四部紐ぐらいの太さですよね。三部紐が、これ、まあ、グリーン、赤と、これはね金色なんですよね。こういうのもいいですよね。あとは、帯締めですね。これ帯締めはね、ほら赤っていうか朱色に金がこう入っているんですよね。ゆるぎの、これちょっと太いですけど、こちらもゆるぎの、このグリーンもクリスマスらしいかなと思います。次はね、半襟お見せします。半襟はね、これこっちの、これね半分個ずつになって、こっちは和柄で、こっちはねこのペイズリーのちょっと洋柄っていう感じで、こっちのペイズリーの方を見せるとちょっとクリスマスっぽい感じになりますよね。あとは、クリスマスではないけれども冬の柄のこのノルディック柄ですね。これちょっとトナカイっぽい感じもありますよね。でもこの位置だとトナカイ見せるの結構難しい感じ。はい。それと、まあやっぱり赤で、これは私が刺繍した半襟で、
あとはね、はぎれなんですけど、これはね、あのうちの子供たちが小さい時にワンピース着てたんで、ワンピースの生地をそのまま切り取って半襟にしています。その他はこういうもう本当にはぎれですよね。これはもうあクリスマスっぽいなと思って買ったはぎれです。こちらはね、私のスカートだったんですけど、別珍のね、はぎれなんですよね。別珍なのでとってもね、まあ温かみのある、ちょっと厚地なんですけど、温かみのある、生地になってる。だことはまあ同じこの葉っぱも、こんな葉っぱもクリスマスっぽくていいかなと思います。はい、まずはこれですね。このね、白地のこの白の帯ですね。白い白の帯にこういったね、クリスマスのね、大きいねリースを貼り付けてるんですよ。このねレースのリースは、札幌でやってるあのミュンヘンクリスマス市っていうのがあるんですけれども、そこで買ってきたこのレースのリースなんです。これをね私が縫い付けています。はい、どういう風になってるかというと、ほらね、もう本当に後ろから見るともう、はい、こんな感じで縫い付けてあって、もう糸目がもうバッチリ見えちゃってるけど、でまあこういう感じでね、こうこれをチク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 縫い付けて、でこれお腹の方の柄もこういった感じで、これねなかなかこうすごく素敵なんですよね。白地にこの大きな雪の結晶、雪の結晶この金を使ってるのでね、結構ねゴージャスですよね。はい、それに次またあります。同じね、あのミュンヘンクリスマス市の、リースなんですけども、これがね本当帯に使えるんです。これバイオリンなんですよね。バイオリンとこの楽譜五線譜があるんですけれども、これもねまあ別にクリスマスでなくても、あでもやっぱりこういう葉っぱとかがクリスマスっぽいかなと思います。これは前の方は柄あったかな。これね、あのもっとこう、もっとこういった感じの、はい、こういう柄なんですよね。うん、これのまあちょっとのだから帯の裏にこれを貼り付けたような形です。あれこれは、お腹のところは柄なかったかな。これね、梅雨芝っていうんだったっけ、こういう柄。お腹はねこういった形、お星様ですよね、雪の結晶のような、こういうのつけてあります。これは袋帯ですね。このグリーンね、この黒地の帯の裏があんまり使わない帯だったんですけども、この黒地の帯の裏がねこういう結構無地のグリーンで、全通でグリーンだったので、これにこうこのねクリスマスリース、レースのクリスマスリースを縫い付けてあるっていう形ですね。はい、次もちょっと見ていただきたいと思います。次も私が作ったものです。はい、これはねポインセチアですよねこれはね私がねもう布にかける絵の具で描きました。私が描いたポインセチアになります。これはね前の、あこれちょうどね前にも確か柄、前は地味な感じですね、こんな感じの柄を描いています。これはもう本当に自分で描いたものです無地の帯をなんかヤフーオークションかなんかで買って、それにこう描いた柄ですね。こっちかね、あんまり上手ではないけども、結構こう大きいね、こんな大きな柄のね帯はなかなかないですから、このでっかいねポインセチアの柄、こういう帯が欲しくてもう自分で作ってしまった帯ですね。あとは、既製品ですけれども、この間購入したばかりのこちらですね。こちらの教会のこの地模様のある、あとステンドグラスのある、こういった白地の帯ですね。はい、それと
あともう一つはね、クリスマスっていうわけではないんですけど、この教会と同じ形ですよね。こういった感じの、まあこういう金、ちょうどこのね夜景のような青いバッグに、こういったなんかヨーロッパの教会のようなね、こういった街並みの、これはね、ちょっとよくわかんない、刺繍なんですね。こういう金糸のね、刺繍の、こういった刺繍の帯ですね。こういうのもちょっとクリスマスっぽくていいかなと思います。そして最後はこれですね。でこちらはね、実はこの忘れてたんですよね、最初に動画撮った時に。それでちょっと後日追加しています。こういったね、これもねミュンヘンクリスマス市で買った、レースのオーナメントなんです。かなり大きいです。もうお太鼓いっぱいになるぐらいの大きさで、結構お値段もしたかなと思います。こちらのねベルと小鳥が、これがお腹の方に出る柄にしています。これはねかなりねこうインパクトもあるし、これは黒の出世帯ですね。黒の出世帯の、無地の黒い出世帯だったんですけど、それにこのオーナメントを縫い付けています。これはねなかなかインパクトがあってね、素敵な帯だと思います。はい、それでは着物を見ていただきたいと思います。着物は、もうクリスマス限定っていうようなものではなくて、クリスマスにも合うかなっていう感じのものです。だから何点か選んでみたので見ていただきたいと思います。まずはねこちら、ね、これはねサラサのサラサ柄なんですけれども、サラサ柄のコモンですね。こういった感じで、こういった感じになります。のね、ちょっと近くで見ていただくと、はい。はい。なんかね、いませんか？なんかトナカイみたいな鹿。はい。このトナカイみたいな鹿がいるのがね、クリスマスっぽくていいかなと思って、その黒地も夜空みたいですしね。着るとね、だけど白地が目立って、意外とね、黒地って言われても白が多いんですよね。だからね、結構華やかな感じになります。はい。そしてね、次は、やっぱりトナカイをイメージしてるんですけれども、でもこれはね、完全に角なしで鹿か、なんだかよくわかんない。はい。こんな感じの柄になります。はい。これはね、ベージュなんですよね。白ではないけれども、まあやっぱり雪のような感じの白地ですよね。これもクリスマスにいいかなと思って選んでみました。はい。そしてね、あとこれはこの間購入したばっかりの、はい。はい。この間購入したばっかりの、皆さんに、これは染料じゃないか。赤い実のね、なる染料。じゃないかっていうことだったんですけど、私にはクリスマスっぽいと思ったのでこれですね。これもね本当に大島でね品物はいいですしね、これもクリスマスっぽくていいかなと思います。あとはね、赤い着物が私あったらよかったんですけれども、意外に持ってなくて、持ってる色縁の赤いようなのはあるんですけれども、ちょっとねクリスマスの雰囲気ではないんですよね。やっぱりなんかお茶会か中居さんのような感じで、クリスマスのような感じの雰囲気は出てないので、ギリギリ赤い着物でこれがどうかなと思って、これはねこれ河川のね着物なんですよ。ちょっとシャリシャリしたね感じの、いわゆるちょっとザラッとしたちりめん風のこれポリエステルじゃなくて、なんかこうサラサラシャリシャリした感じの、もうちょっとね赤いっぽいので、これがギリギリクリスマスっぽいかなと思ってこれを選んでみました。まだねまだあるのって言われそう。あとはねちょっとやっぱりこういった、これはね靴脱ぎなんですけど、こういったねグリーンも
合わせる着物によってはクリスマスっぽくなるかなと思います。はい、それとまだまだあるよそれとこんなね、ちょっと赤いね、これ紬なんですけど、見てください、わかるかな、ここにね、ここにここにいる人、なんかサンタさんっぽいくないですか。まあ馬に乗ってるんですけど、ソリじゃなくてね、でもなんかサンタさんっぽいんですよなんかこのサンタさんっぽい人がいる、なんか弓矢持ってんだけど、なんか服はもうサンタさんそのものなんで、サンタさんっぽい人がいる、こので柄もね、ちょっとこうグリーンや赤が使ってあるので、これもねちょっとクリスマスっぽくていいかなと思います。これね仕立て直して、まだねこんな紙とかが入ったまんまなまだ仕立て直してから一回も着てないんです。あとはまだ、あ、これで最後ですね。これがもしかしたら一番クリスマスっぽいかなと思われる、クリスマスっぽいグリーンの色無地ですね。あー、いやー、シワ寄ってる、袖のとこに、あら、こんなとこにシワ寄っちゃった、結構強いシワ寄っちゃって、これはちょっと直さないと着れないか。これはね色無地です。ちょっとねこの肥沃のからなんとかこう中にね、こういった中をなんて言うんだろう、袖なんかにも肥沃でした。あとなんかこの裾はね、これ裾の部分なんですけど、こうやって色ついて綿が入って吹きって言いますよね。いや、ここもシワでもこれね、見えるかな、いや、これすごいシワだ、直さなくちゃ。これはね、ほら、これ私紋入れてもらったんですよ。ちょっとね、洋花ですよね、カトレアのような洋花の紋を入れてもらって、これ結構クリスマスっぽいかな、一番クリスマスっぽいし、パーティーなんかだ、フォーマルっぽい装いが。でもシワちょっとこれアイロンかけて直さなくちゃ、こういった感じの。これね、こうやっぱりね、着物ってこう床に置いてこうコーディネートしたりとか、トルソーに着付けたりとかして、あ、素敵ねと思っても、意外と自分には似合わないっていうことが結構あるんですよ。うん、皆さんも何度かそれは感じたことがあると思いますけれども、実際ね、こうコーディネートするときは本当はこうやって着てみるのが一番ですけど、着れなかったら自分にこうやって当ててみて、見ていただいた方がいいかなとは思います。ただいちいち全部こうやって開け、あの、当ててはいられないので、例えばこういった、グリーンの帯に何がいいかな、白、これじゃちょっとほらシミだから、例えばこういった感じの赤い柄ね、華やかですよね、こういうのがいいかなとかって。もう着物ぐしゃぐしゃになるのでね、本当はね片付けの大変なんですけど、実際にはこう羽織ってみて、これがいいなっていう風に合わせた方が自分自身には似合うかなと思います。置いてみて、あ、これ素敵とかって、これ乗っけて、あ、いいわとかって言っても、実際にはあまり似合わないこととかもあるのでね、まあそれは、実際にこう着てみて合わせた方がいいかなと思います。これがね、私の持ってるクリスマスの、あの着物と帯なんですけども、とはいえお見せするのにはやっぱり床置きでちょっとお見せしたいと思うので、いくつかコーディネートを作って見ていただきたいと思います。はい、それではまずね、こちらのちりめの色無地ですね。この背中にこのカトレアのようなこの洋花の紋の刺繍紋が入った、このちりめんの色文字、ちょっとシワになってるけどこれはね、私ね、あえてね、あまりなんていうか、こうクリスマスを強く
まあ、クリスマスっぽいけれどもあまりこうコテコテしないっていうかシンプルな感じで、色もあの同系色グリーングリーングリーンっていう感じにして、帯だけこういった赤いものを選んで、だけどもあえて帯留めを選ばず、かなりあのなんてコーディネートとしてはもう本当にこうシンプルな感じに作ってみました。でね、これはねこういったあのペイズリーの、半襟なんかが合うんじゃないかなと思って、これでちょっとクリスマスっぽい感じになるかなと思って作ってみました。はい、そしたら次ですね、はい、こちらになります。こちらはねこの、黒地に白のサラサ柄ですね。これよく見るとこのお花のところに金色が入ってたりとかするんですよね。この辺りに鹿はいない鹿ね、あいたいた、ほらここにね鹿いるでしょ。これがちょっとトナカイっぽいですよね。これトナカイっぽい鹿がいます。でこれはねこないだ履物着物弥生さんから購入したこの白地のステンドグラスのような帯ですね。それにこのガーネットの帯留め、キラキラですよね。このキラキラのね帯留めを合わせてみました。して三部紐もキラキラのね金色のものこうねなんかプレゼントのなんかこうリボンのような金色の三部紐を合わせています。それに、帯揚げはこういった赤いもので、まあ、とてもグリーンはあえて使っていないですよね。金と黒と赤と、まあ、帯揚げも帯揚げだった半襟もこういった感じのねちょっとサラサっぽい柄の、これはあのコットンプリントなんですけど、こういったものが合うんじゃないかなと思って、これはねあえて、グリーンを使わないコーディネートを考えてみました。逆にこっちはもうグリーンだらけなんですよね。でこっちはあえてグリーンを使わないで赤と黒と白とっていう感じで、ちょっとこう、まあ、華やかだけどもシンプルな感じ、シンプルまあいいや、こういった感じを考えてみました。はい、こちらはもうほんとこってこてのクリスマスっていう感じに作ってみました。これねこの間あのバイセルで購入した、これあの染料っていうことだったんですけど、私はとってもねこれクリスマスっぽいなと思って買った大島ですね。それに、まあ、これね本当にこのハッカケとかもこういったね赤でとってもクリスマスっぽいんですよね。それに半襟はこういった感じの黒地に赤い葉っぱ、そしてねこの帯は私がこれ書いたポインセチア、帯留めもポインセチア、帯揚げは赤っていう感じでね、もうほんとコテ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 クリスマスっていう感じに作ってみました。はい、そして今度こちらは逆に打って変わってちょっと大人っぽいモノトーンのコーデになります。さっきね実はお見せしなかった着物なんですよ。このね星のからね、うん、やっぱりクリスマスって言えばなんかこう星空っていうかね、星に願いをみたいな感じですよね。それにこの雪の結晶の大きなねこのレースのこれ貼り付けたねクリスマスのオーナメントですよね。クリスマスオーナメントの、これを貼り付けたレースを貼り付けた帯に、帯留めだけは結構こってこてのクリスマスだけど、あの子供っぽい感じではなくて、なんかちょっとこうベネチアングラスみたいな感じのこういった帯留めですね。してあの半襟ちょっと映ってない、半襟でこれねワナビロードのねあのアイボリーの半襟なんですよね。こういった感じのちょっと温かみがあって、こういった感じもいいかなと思って作ってみました。はい、はい、最後にこちらをお見せします。この帯のね存在を忘れていたので、後からねちょっとこうで組んであります。こちらは先ほどお見せしたポリの名線風の着物ですね。
これは黒の出走帯にミュンヘンクリスマス市で購入したレースのね、これはオーナメントなのかな、それを縫い付けてあります。帯留めにはこちらのポインセチアがね、華やかでいいかなと思います。それにこちらのノルディック柄の半襟なんか合わせたいかがでしょうか。はい、はい、いかがだったでしょうか。着物をねあれこれ出して、もうこうやっていろいろコーディネート作ったりとかして遊ぶのはすっごく楽しくって、それは皆様本当に着物好きの方にとってはもう本当に楽しみかなと思いますけれども、それをやるとね、もう部屋の中がねもうぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよね。もう今もうここそもうすごいことになっています。これ片付けるのがまたちょっと大変なんですよね。だけれども、まあ本当これは本当楽しいひとときであります。ですね、今日はねちょっと時間がないので着ることができないんですけれども、明日ね私お出かけの用事があって、これの中のどれかを着てお出かけしようと思います。動画ももちろん撮ろうと思っていますので、ぜひ楽しみにしてください。ではね、今日の動画はこれでおしまいです。気に入っていただけましたら高評価、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。